こんにちは、ウッドブックフィルムスです。今回アマゾンで電動のインパクトレンチを買ったので紹介したいと思います。さて、どうなんでしょうか。ケースに入ってますね。こんな感じです。開けてみましょう。こんな感じの電動のインパクトレンチです。結構重量感ありますね。説明書がこんな感じですね。で、付属品の ソケット21ミリと19ミリと17ミリ、それとエクステンションバー、あとこれは多分で操作的には下に押すと正回転で、上を押すと逆の回転になります。ちょっと微調整はこういう感じでやるようですかね。はい、それで最大トルクが320ニュートンメーターっていうことなので、今回ちょっと車を使って試してみましょうと思います。はい、ここで実験です。トルクレンチで112ニュートンメーターで締め付けたいと思います。で、なぜここで112にしたかっていうと、普通はだいたい普通乗用車で103ニュートンメーターぐらいなのかな、トルクレンチで締めるのは。なので固く締まってる場合にいかにこのトルクレンチで今回せるかっていうことをちょっと検証したいなと思ってちょっとやってみました。それでは次はトルクレンチで外してみようと思います。結構早く外します。
覚も楽ちんですね。褒めるときに締め付けます。結構スピーディーに使えますね。はい、それでは最後にトルクレンチで締め付けトルクをかけて完了になります。この場合、軽自動車なんで85Nm になります。はい、完了になります。意外にいいですね。エアが使えない場所なんかに持ってこいじゃないですかね。電動で、コンプレッサーがない場合なんかに便利です。はい、今回なぜまあこの商品レビューを考えたかと言いますと、まず金額的に結構安いんですね。8000円台かな。でエアインパクトレンチになると1万円以上するものが主流になってくると思います。それとあと一番大事なのがエアだとコンプレッサーが必要ですよね。だけど電気ですと家庭のコンセントに差し込めば使えるので、まあ、延長コードを合わせればそんな金額にならないで、まあ夏用のタイヤから冬用のタイヤに交換するなど、まあ重宝するかもしれませんね。まあ、自分でまあタイヤを交換するときなどは結構便利なものです。ですが一応安全な方法をとって作業をしてください。結構ね大きな事故につながるので、ジャッキアップなんてやっぱり慣れないと大変なので、ジャッキアップなんかはしっかりやって安全に注意してください。はい、裏技になります。裏技っていうか、まあ、使える、もう一つジャッキに使える。はい、今までバイク用のジャッキはこれを使ってました。これで上げるのと変えて、下げるのと
合わせて。上げられます。ただし、このように前にスタンドをかけないと向こう側に転倒する可能性があるので注意した方がいいかもしれませんね。それではまた。